はい、またタミヤブースにやってきました。また河野さん、また会いましたね。こんにちは。はい、今日は、はい、僕も注文している XV-02 の説明をちょっと河野さんにお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、これは最近ラリー流行ってますよね。そうですね、やっぱあの室内で RC カーできる環境っていうのがやっぱ少なくなってきて、あ、密になっちゃったりね。で、あのサキット以外で走る方も多いのかな。あとフラットダートの走行会とかよく見るよ。そう、最近 ね見かけるんで、やっぱこういうのも欲しいよね。ねえ、タミフラのラリーもちょっと今流行ってるよ ね、あのクラス。いろいろちょっと試験的にやってみたら、あの思いのが好評いただいて、ね、あの10点後のラリブロの絶妙なドリフト感というか、はい、オーバーパワーなんだけど、まあギャンブル性が高いというか、はいはい、あのレースとはちょっとまた違う、はいはいはい、ラギーのようなね、ああそうですね、ちょっと間みたいな、まあなんかちょっとやってて楽しい感が結構あるんでね。そもそも扱う楽しさみたいなところが、はい、はい、そんな最近ね盛り上がってるラリーのもうちょっとね楽しくやれるようになんかできないかなってことで作りました。はい、はい、これ XV-02 プロ、はい、02どっちですか。どっちでもいいんじゃない。どっちでもいいんですか、ヨカさん。どっちでもいいの。はい、じゃあ XV-02 で02プロね。はい、じゃあまずどっから行きましょうね。まあ、いろいろあるんでね。はい、こっちが普通のキット、これあのメーカー積んだ状態ですね。はい、はい、でまあスペックからいくと、まあ、もちろん 4WD のシャフトドライブで、はい、フロントミッドのモーターレイアウトですね。はい、まあじゃあまずこれ行きましょうか。びっくりのこのバッテリー縦置き、そうですね、はい、これはもう何だろうな、いろんな制約なんですけど、はい、ボディの箱がやっぱり90、はい、ってなるとモーターの置ける位置って決まってくるんですけど、はい、これバッテリー平置きにした時に、まずすごい幅が広くなっちゃうんで、はみ出ちゃうんですよ。あのはみ出ちゃうのもあるし、そのラリーってなった時にシャーシの裏の接触面積をやっぱ狭くしていかないと、はい、やっぱあの当たっちゃうと。オフロードコースとかでもね、走ろうと思った時に広すぎるとちょっと、あ、ちょっと幅狭く見えますね、これね。これも TT01 とかでも当然細いですし、はいはい、はい、でちょっと傾いてる感じ。そうですね、あ、まあ、これはあの接触面積を見るためにそういう造形を入れてる。あの深いロールした時も路面干渉が少ないよ、なるべくね、やっぱしない方が親切で、はいはいはい、だから、ね、で足回りはあの XV-01 っていうのもともとあるんですけど、はい、それを、そのまま流用できるようになっていますので、はい、まあ、じゃあ前後足は今までの流用できるということですね、はい、でキャスターブロックだけが、はい、今回新規で、はい、作られてる6度。前のは前のは、10度、あのオフロード用のやつなんです。あ、今でもちょっと10度だと特にラリーとかだとやっぱキャスターつきすぎちゃうので、よりその6度ぐらいがちょっとツーリング寄りにちょっとキャスター起こした感じ で、最近のトレンド見ると結構6度とか8度とかちょっと立ってるので、あ、まあ、オフロードやられる方もこれ使えるので、あ、これ要するに前の、はい、これ C ハブっていうとちょっと言い方おかしいけど、キャスターブロックが、はい、バギー用にも6度が転用できるよって感じで、はい、まあ、できたらいいよねっていうところから、まあ、同じもの使うより新しく出てきたから、ああはいはい、っていうところね。あ、じゃあ XV-01 を6度にすることも可能ってこと、これを使えばね。はい、じゃあ6度 C キャスターブロックは心臓でということで、そうですね、はい、でこれがバッテリーが簡単に出せるとか言ってましたよね。これはね、あ、こうしてこう、本当だ、これはもうそのネジの締め具合で締め加減です。まああの当然やっぱずっと動かしてたら少しやっぱ緩んできちゃうので、ある程度やっぱ増し締めとかは適度にしてもらうしかないんです。これドーンとクラッシュすると電池がボヨーンってことはなさそうね。出ない。あ、出ないんだ。出ないです。へえ、ちょっとこれ触っても大丈夫ですか。そうそう、趣味だから行きますね。ああ、こう今ちょっと渋い感じでこうニュッとフィニッションある、はいはいはい、ミニキュービックとかも、へえ、これちょっと変形するみたいなかっこいいね。あ、ちょっと渋いな。あ、これならいけそうだね。いや、
やっぱ自分たちも一応そういう懸念があるといけないので、うん、あのなんていうのバッテリーこうつけて、はい、この状態、まあ、約150ぐらいの高さから、はい、バーって何回か落として、どうだろうな、30回ぐらい、はい、落として一応バッテリー出なかったので、まだ大丈夫。逆にそこらネジとかがやっぱちょっと曲がったから、そんだけ落とすとね、ああそっち別のところにダメージがいくってことね。ボディーブレードがはいはいはい、そういうのもあったんですけど、まあ一応さすがにこの高さからずっと落としてことってまずないと、はいはい、それでも耐えられるのであればクラッシュは大丈夫です。へえー、そう、まあ、インナーカバーとかね、あ、はい、つくんで、はい、二重でそのトレーニングに、あ、感じになってます。まあこれダート走行とかね、例えばまあ雪とか、ね、一応ねその雪走るときはこれで完全に防ぐことって難しいんですけど、はい、なるべく入らない完全密閉じゃないんですけど、完全密閉はね本当に大変ですね。まあ、でもある程度砂とか水の侵入は防げるよというインナーカバーがついててね、まあダート走行すると砂とかいっぱい出るんで、でもどうしてもね、やっぱオフロードみたいにタイヤが外に出てるとそのタイヤの巻き上げたりとか出るんですけど、クローズドボディになるとこのシャーシのボディの中に一回跳ね上がって当たったやつがそのままシャーシに落ちてくるですね。でそれがやっぱすごい溜まりやすく落ちにくいんですよね。そうか、まあこれでだいぶ防げそうですね、うん、これやっぱまああるナイトだとかいろいろやりましたけどだいぶ効果もあるんじゃないかなって。あじゃあちょっとこれ駆動系とか その辺いきます。次駆動系なんですけど、まあ、今回はタブレモレス新規でいろいろやらせてもらう中で、はい、まあ、XV02 だけじゃなくて、まあ、PT01 とかもやっぱ使ってるオプションパーツがすごい昔のものをやっぱどうしても使わなきゃいけなかった状況もあったんですけど、やっぱ正直技術的にもすごい古いものを使ってたりとかしてたんで、あの正直組みにくいとか、はい、ちょっと都合悪いもの多いので、これを一緒くたにまあできるようになればいいっていうところから、ギアレフも新しく作って、はい、ボールデズム、ダイレクトカップリングも、で、スイーパークラッチと用意して、で今回なかなかちょっと今まで取り組めなかったです。センターデフを使用として用意して。はい、これは、ね、今オフロード電動バギーとかでセンターデフって今ちょっと流行してるんですね、はい、流行っているなーっていうのがあったので、でこれはあれですね、はい、サイズがちょっとね TB05 とかあの辺よりは一回りでかい、大きいです。 TT02 とかに使ってるリングギアというかレースギア、ね、39はい、でまあその辺は、このボールデフも、はい、ダイレクト、これ全部心臓、心臓です。でこれセンター用のスリッパークラッチ で、ね、でまあギアリーこれセカのギアは419から始まるあの 420 とか、 あれと一緒なんだ、はい、ギアが入ってるんで耐久性も信頼とかねやっぱ実績あるんで、はい、でギアデフで、あこれはスパーがついたセンターデフ、はい、そうですよね。なんでイメージこのスタとギアが交換な、リングギアをスパーギアに変えればセンターに使ってるになるよっていう。でこれ TT02 とかとも寸法一緒で、じゃあこれ TT の駆動系パーツとしても、はい、まあ、センターデフはダメだけど、あそうね、ボールデフとかギアデフは使えるよという、はい、というところで、まあ、ちょっとどうしてもやっぱお値段とか高いのは高いですけど、はい、それなりに新しくはしてるので、あちょっと TT のデフ関係が設計が古いというか、ちょっと、ね、難しいっすよ扱いがね、っていうのですらちょっと使いにくいなと思ってるのがあるんで、ちょっといいタイミングでできたのかなっていうのがあります。そうか、まあでまあちょっと PB05 とかよりはリングギアの径も大きいので、まあオフロード走行ジャンプしたり着地したりしても結構キャパシティがあるよ、キャパシティもあるし、まあ、信頼性もね、はい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 、はい、っていうところでそういうパッケージングの商品を、まあ、作れたらなというところから通常に生まれました。じゃあ駆動系はこんな感じで、これシャーシー僕今気がついたんですけど、はい、F を下に下ろせるんですよ。そうなんです。あいや実車がねやっぱり
デフ下から抜くじゃないですか。ああ、はいはい。そのなんかラリーごっこっていうのをやりたいなと思って。ああ。下から抜けるようにした方がなんかそれっぽい。これなんかちょっとジャッキアップしてこう潜ってデフ下ろしてるっていう。そう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 、メンテナンススタンドみんな置くじゃない。はいはい。でジャッキアップじゃないですけど。緩めたらデフ落ちるみたいなのはなんかいけてるのかな。あ、これデフのアッパーカバーってシャーシート一体ものなんです。あ、本当だ。一体成形。あ、すごい構造。ちょっとひっくり返してもらっていいですか。あ、そういう構造なんだ。で、実際そのこのケース開けるのネジ6本です。はい。TB05 とかのケース開けるような感覚のネジ6本緩めればバカって取れる。なかなかでもデフを下に抜くってあまり記憶にないね。そうですね。これはかなりスキルあると思うんですけどね。これは、はいはい、いややりにくいじゃん。もう多分あると思うんですけど、ああやりぼっこして車をひっくり返して開けるって感じになるのかな。さすがに潜ってやる人はいないと思うんでね。ただこういう風景がなんかいいな。この絵面はちょっとかっこいいですよね。なんか実写っぽいな。ね、こんなにバラバラにならないですね。まあまあね。でもなんかそういうアプローチをしていかないといけないねっていうところです。まあ最近タミヤさんお得意のこの一体成形もので、ああまあバルクがこっちに来てるとは思わなかったっすね。そうですね。最近そういうの流行りですね、会社の中で。ねえ。まあでもタミヤさんならではという感じはすごくあるので。やっぱね、そういうところで技術作っていかないと、はい、いいのね、生まれない。いやー、すごいなぁ。じゃあちょっとこれで、はい、で、これのシャーシにこの下からこのデフの受けが。そうですね。実際もね、このサイズ感なんでやれることって限られてるんですよね。ですよね。その中でどうやって表現するかってことなんですけど。でここにその TT サイズのデフが入りますよと。デフユニットもあるのでいろいろ試せるようになったという感じで、はい。じゃああとはこのセンターユニット、あ、ここも幅があって、そう、一応センターデフがね収まるような、はいはい、オフロードっぽいですよね、こういうとこだけ。あ、ですね。これスリッパーとセンターデフって結構挙動変わるもんなの。ありますね。でもね、基本的には似てるんですよ。ああ、そうなんだ。うん、で、あのスリッパーもやっぱそうなんですけど、緩すぎると駆動しないじゃないですか。ずっと滑らしちゃう。あの、ある一定の力かかった時に、あの入力をいなすっていうのがスリッパーだと思うんですけど、はい、ただセンターデフもそれに近くて、あ、ただのオープンデフなんですよね、ギアデフ。まあそうだね。なんで、やっぱ片方の入力に対して、やっぱそのままオイル出したと空転するじゃないですか。でやっぱ四輪設置してる状況ってラリーは少ないと思う。はい。あのやっぱデフもやっぱある程度硬くしていかないと、まあ駆動抜けが起きちゃうね。そうですね。駆動抜けしちゃうので、やっぱ推奨は50万番以上の硬さのオイル、あ、センタードリフ、センタードリフぐらいでも十分効果は得れます。それ以上避けちゃうと、それちょっと微妙だと思う。ああ、はい、はい。駆動抜けの方が多くなっちゃって。まあでもちょっとメカニズム的にセンターレフ、やっぱ実車だと必ず入ってるような部品だから、そうなんだろうっていうのは試してみたいですよね。で、すごいギャップ走破性良くなるんですよ。ああ、そうなんだ、はい。まあ、これもメンテナンス性良さそうだから、そうですね、結構簡単に変えれるんですよね。へえ、まあちょっとそこの面白さはありますね。特徴をもう一個言うと、はい、リングギア39枚だけなんですけど、はい、映ってるの、あの40枚のリングギアを用意してて、はい、キットに入れてあるんですけど、はい、ケツかきっていうんですかね、あ、リアオーバードライブかフロントオーバードライブ、はい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 、選択できる。前後のリングギア1枚差つけて駆動比を変えれるんで、はい、あ、はいはいはい、まあ、少しなんですよね、 3% なんで。ただやっぱそういう、その実車とかも今トルク分配するので、あ、いやいやいや、流行ってるんですよ。ダブル RC とか。じゃあそのギアレシオで分配しつつ、さらにセンターデフで若干トルクスプリッターみたいな感じになるので、はい、あ、いろいろやれ、セッティング、まあ、いい沼にはまれそうですね。楽しい沼にね。楽しいです。あ、まあ、あとはやっぱその実写的なメカニズム的な面白さも結構あるんですね。一応その根拠があって、はい、そういうことをやってるっていう、はい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 、はい、
僕もセンターデフ付きのラジコンってやったことがないので。僕もね、まあ、スリーパーバギーで ね、センターデフってやったんですけど、思いのほか、ね、今ハイエンドのバギーとかセンターデフ使われてるんですけど。らしいね。あ、やっぱ面白いんだなって。やっと理解できました。そうか。まあまあでも、あの、信頼性のあるね、この、デフギアでやれるの で、ね、はい、あ、ここはいいですよね。まあその辺もちょっと余裕持たせる設計ができるラリー車ならではって感じです。あ、そう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 。オンロードカーだともっとタイトにっていう感じになるので、そうとか、はいはいはい、こっちに行っちゃうので、そうね、そう、これもあえて上げてもいいやぐらいな。そうそうです。で、まあストロークがね、はい、大きく乗れるので、そうね、バッテリーの縦置きも若干重心上げてもいいやぐらいな。で、正直、あの、まあ、うちのリフェは、はい、クイーンって、そね、その上げたとてっていうところ、はいはいはい、で、正直、あの、リフォーとか、あっちのバッテリーって、もっと幅狭いやつが世の中あるじゃないですか、ああいうのも詰めるんで、はい、そうか、TA08 でちょっと傾いたと思ったら、今度、ここまで縦まで行ってる。まあでも、次、どうするんですかね、もう、縦向き上に立てる。内向きに、内向きに、上に立てるか。あ、こういか。バーチカルバッテリー。屋根突き出ると思うけどね。ダメですね。いやー面白いなー。いやーでもこれちょっと僕もう注文しちゃってるので楽しみに待ってますわ、はい、ぜひ。これは発売はまだ、ですね、一応ね7月発売予定あになってます。7月発売予定ね、えい、生産中でございます。はい、あと僕このホイール欲しいんで、これですか、また作ってください。ですよね、かっこいいんで、やっぱラリー車といえばOZ のこれって感じなので。え、じゃあボディはデルタ。今ね悩んでて、デルタも買ってあるんだけど、 あのセリカの最初のやつを、はい、ヤフオクで買い損ねました。そこで買えなかった。まあなので個人的な思いとしては、もっとラリーボディのいろいろ新旧、すごい言われたの、いろいろボディね、そう悪く言うの再販でもいいので、はい、古いの出してほしいなという一ユーザーとしての意見を。はい、まあどんどんその辺盛り上がると思うんで ね、 そうですね。あ、僕このインプレッサーも買ってあるな。あれもかっこいいよね。これね、かっこいいですよね。ね、なんかこれ受信ウィンクとかがさ、あ、入ってるじゃないですか、はい、WRC のですね。それやっぱもう映えるし、ね、なんか僕学生の頃こうテレビでよくこの WRC の見てたんで、はいはい、ね、え、僕もソルベルグ好きなんでこれ買ってあります。失礼します。いやっていうのプレスタジオラがすげえ、ね、気になるんですけど、これ一応多分カウンターで抜けこっちに抜けてるんですよ。ああ当たっちゃうんですよ、イメージ的に。あっ、取れないんですよ。どうやって取るの。浮く、こういくですか、タイヤ飛ばす。あ、これはそのこういうタイヤバリア的なイメージ的なイメージらしいんですけどね。あ、で、展示の時になんですか、通れないですよ。じゃあ僕も、あ、これオプションパーツはまだ今のところあんまりないかね。そうですね、まあ、あの、まあ、駆動系のオプションパーツはあります。あ、まあ、下ミスもあります。あ、はいはい、以外に関しては、あの、ダンパーだったりとかは、まあ、キービーズロゴのステーリングブリッジ使えたりとか、いろいろその、共通で使えるものですね。はい、まあ、足回り共通だったりするので、すでに発売されてるものが使えると思います。あ、あっちはあれか、あの、エアレーションダンパーが付いてた。あ、そうですね。はい、ああ、いいオプションで。ノーマルは普通のダイヤグラムの付いたロングダンパーが付いてますよ。そうですね、ノーマルは。エアレーション、見にくいとか、組み方わかんないとかっていうか、両方、ベースマリするんで。ああ、一応まあまあ最初は驚くし。はいはいはい。じゃあちょっと、これが出てきてから、タミヤのタミグラのラリーの勢力図もね変わるのかちょっと楽しみです。そうですね、まあ、正直ねこれ一緒くたになっても面白くないんですよ。そうね、やっぱ TT もやっぱ一生懸命やってるんで。ですよね。まあただ駆動ギャップデートして TT 勢がこれでパワーアップしちゃう、ね、そうそうそう。だからそのなんかこれ買わないとレースに勝てないはちょっとやめたいんですよね、個人的に。でもこの辺で例えばタミチャレとかでも TT がちょっと盛り返すってこともありそうだよね。ですよね。いやー、ちょっといろいろその辺の展開も含めて楽しみに。ちょっと楽しみのね、あの、用意、アイテム用意できるかなと。タミヤの河野さん、よろしくお願いします。XV02 プロの説明をしていただきました。ありがとう。じゃあ、発売を楽しみにします。そうですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。